こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。実はね、部分稽古の動画を撮り始めていたんですよ、この間。だけどね、なんか途中まで撮っていたら、ちょっと途中でピンポンとか言って玄関に人が来たりして、そういう風になったら集中力が切れちゃって、もう撮れなくなっちゃって、まあ、なかなかね、意外と太極拳の指導動画って結構集中してやるんですけど、暑いじゃないですか。このなんかすごく暑いから、エアコンの部屋でやってるんだけど、頭がちょっとクリアじゃないっていうか、なんかね、うまく乗ってけなくって、それで途中まで撮ったんですけど、それもうそれで終わりにしちゃったんですけど、その動画を出すべきかどうか今ちょっと悩んでいる途中ですね。途中までなんですよ、本当に。もっといろいろお話しするはずだったんですけど、まあちょっと見てみますか、見てみますかなんて言うと変だけど、ちょっと途中までなんですけど、指導動画を撮ったのでご覧ください。こんにちは、陽明寺太極拳の指導をしている笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日から一からスタートしようと思っています。今日はたまたまこのリビングで撮ることにします。基本はまず小の手が大事ですよね。指はある感覚が開いている。で、この親指は虎の口っていうんですか、少し開いてというか、この手でどんな動きも動いていくということで、小の手大事ですね。攻守っていうのも出てきます。3本の指に2本を添えた攻守、そして拳を握った、そういう手も出てきます。ここの面は平らかにして、打っていったりしますね。というわけで、手形は陽明寺太極拳の場合3つの手形だけです。あと足ですね。足は、ゴンブーという足型があります。ここね、広く歩幅を取るのが陽性ゴンブー。こうひねりが入ったりするときは、ここの歩幅が広いです。そして、純正ゴンブー。ランビエンなんかのときは、歩幅は狭いです。だいたい拳一つぐらい間が空いていればいいというふうにも言われています。そんなね、弓の方、前足に7、後ろ足に3というね、方法です。前に行こうと思わないで、ゆったりと下に沈み込んだような7、3のゴンブーですね。それから挙法っていうのがありますね。シェイブー。後ろに、下がってきた後の、この歩幅。ここも歩幅欲しいところですね。後ろ足に重心が乗っているという歩幅。なんだか黒く乗ったり明るく乗ったりするのは画面が。シェイブーという歩幅です。というわけで、これね、なんでこんな暗くなったりするのかな。黒くなったりしたよね。いや。このシェイブーっていう歩幅とか、打法とか、ブーブーとかね。いろいろな歩法がありますが、今日はゴンブーという歩法を使いますね。ここは、歩幅が広い歩幅で行くというね、そういう動きになります。太極拳をなかなか覚えられないっていう方が、初心者の方多くこの動画を見てくださっているようなので、一応説明しておきますけど、もしね、覚えられない、全然私覚えられないからなんていうことでやめてしまうのはもったいない。それから、覚えたからもういいやって言って全然稽古しなくなっちゃうのも超もったいない。やめてしまうのももったいないですね。その陽明寺太極拳は、繰り返して同じことを何回も繰り返していくことで、
自分でね、いろいろな体の使い方とか、発見とか、重心の乗せ方とか、まあ、細かいほど発見がありますね。なので、なんかそんなことを楽しんでもらいたい。だから年月を重ねて、何回も何回も繰り返すことに、すごく素晴らしさがあるから、もう本当にぜひ長く続けてください。結果とても健康にも役立ったりしますね。なのでぜひ長く、太極拳を続けてください。もう本当にそれは一番私が願うことです。それでは長くなりました。これから、最初のシーズー書、一式チーシー二式イエマーフェンゾンの指導動画を撮っていきたいと思います。つま先、まっすぐ前です。ちょっと目線を右に向けて、左足を肩幅に開きます。膝を緩め、股関節を緩め、まっすぐ正面を見ているというところから、これ立前の立ち姿勢です。自分の中心の軸を意識して、ふっとこう緩んだような、そんな立ち姿勢からシーズー書、息を吸ってが上がる。左手が内側です。ゆっくりと吐きながらまた自分の中心軸を意識して手を下ろしていきましょう。深い深呼吸と動作が一体になるとても気持ちがいい動きです。明治先生は大宇宙と一体になるようにと言ってこのシーズー書を入れました。もう一度ご一緒にやってみましょう。息を吸う、膨らむ、手が上がる。左手が内側、ゆっくり吐く呼吸で下ろしてきます。この深いシーズー書は椅子に座ってでもできますね。椅子に座って見てらっしゃる方一緒にやってみてください。一式チーシー、手を後ろにちょっと引くようにして背骨のたわみを感じ、背中全体をこう使うようなイメージですかね。膝を緩め、肘、手首、指先、平らかに手を下ろします。左に、ここから二式エマーフェンゾンです。右手の甲が下、正面で宝球という木のボールを抱えます。ここから右を向くウエストを回して、右足に重心が乗ったら左足を寄せます。左方向に足を後ろに引くように出す。下に緩んで、右手は腰前、そして肩の回転、ウエストの回転で左手が鼻の前に来ます。横から、シーズー書、左手が内側、吐く、一式チーシー、手を後ろに、膝を緩め、肘、手首、指先、平らかに、左に、右手の甲が下、正面で木のボールを抱え、右を向くウエストを回し、足を寄せ、左方向に、左足、後ろに引くように出しましょう。下に、左手が前、後ろ足を蹴り出す。後ろ足軸、つま先を開く。左手の上を見て、右肩が前に出るように足を寄せる。かかとから足が出る。下に、右手が前、後ろ足軸、つま先を開く。右手の上を見て、左肩が前に出るように足を寄せる。かかとから下に、まあ、上半身と下半身が関連して動くようにします。そして1回目の稽古要点には、
新人4位っていうのと、あ、最初はキチン丹田っていう、丹田に気を沈めましょうっていう稽古予定と、新人4位っていう、心を静かに力を使わないで意でもって動くというね、のがあります。はい、いかがでしたでしょうか。キチン丹田とか新人4位とかいう最初の1回目のあの部分稽古のところで、ね、一緒におついになっている稽古予定についてこう説明していこうと思っていたところで、動画もうなんか動くのも撮るのもなんかやめてしまいました。集中力が切れてしまったんですよね。申し訳ない。これはだから別の日に撮っています。まあ丹田にねすごく意識を集中して、気をこう沈めるような感じで、まあ、いつもこう私が意識してる、まあ、稽古要点って本当に素晴らしくて、この丹田にこう気を沈めるような気持ちで動いてるでしょ。でもこうずっと虚礼長径でね、この首うなじから天に立ち上がるような相反するものが体の中である。肩は沈めるし肘も垂らしているんだけど、虚礼長径天に昇るような、そういう体の中でこう相反するものがこう巡るような、そんな意識でもって動けるようになるといいんですよね。で、新人4位って、まあ、意を持って意識をして、動いていくんですけれど、意識がたくさん増えていくと、そうすると無になるんだよっていうふうに、まあ、進む先生もおっしゃっているところですね。なのでいろんなところに意識しているうちに、なんかすごく心地よくなってくるんですよね。あの最近圭先生がこう断鼻炎の時に、この胸の内側からゆったりと開かれるような感覚っておっしゃって、あ、私はそのすごく、あ、確かに本当にそんな感覚で気持ちがいいんですよ。何しろそのあのただで、ね、1、2っていう風なんじゃなくて、すごく内側から、だからいつもこう家もフェンゾンでもね、なんか内側からこう開かれる感覚で動いていくといいなとか、そういう意識だとか、まあ、もちろんあの歩幅とか、上半身と下半身の関係、バランス、シャンシャンシャンソイで動くとか、本当にねいろいろなことを意識して動いていくわけなんですけど、それは回数重ねてやっぱりやっていくうちに、まあ、私がいつも言ってるんですけど、生徒さんにいろんなことをお伝えしている、そのいろんなことをお伝えしている中で、きっと生徒さんがはってこう、あ、これかと思って腑に落ちるところが出てくるんじゃないかなというふうに思って、まあ、いつも部分稽古は教室でやっているわけなんですけど、ものすごいノリに乗って説明できる時と、まあ、ちょっとほどほどの時とあって、でもその私の言ってるその説明していることの奥の深さをキャッチするには、やっぱり年月歳月回数重ねて稽古していかないとつかみきれないのかなとか思ったりして、それも分かっていながらもお伝えしたりしています。というわけで今日はね、指導動画が途中になってしまったんだけど、まあ、ご覧、これも含めてねご覧いただければ嬉しいなと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。ではまた。